羽生結弦選手、まばゆい笑顔を惜しみなく披露。新 TVCM 出演。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケーターの羽生結弦選手が、ロッテのガム、キシリトールホワイトの新 TVCM に登場。 全身ホワイトに身を包んだスタイリッシュな羽生選手。フィギュアスケーターの羽生結弦選手が、ロッテのガム、キシリトールホワイトの新 TVCM に登場。全身ホワイトに身を包んだスタイリッシュな羽生選手が、眩しく輝く笑顔を披露する、ホワイトしてる、編が、10月20日火曜日より全国で放映される。 今回の新 CM では羽生選手が重要なキーパーソンとして出演。まだキシリトールホワイトを試したことがない女性に羽生選手が輝く笑顔で優しくすっとキシリトールホワイトを差し出し、最後は女性客が羽生選手を囲んで歌うという内容だ。収録日はあいにくの台風で撮影現場では強い雨音が響いている状態。 そんな中、オールホワイトの衣装を身にまとった羽生選手は、輝く笑顔で、よろしくお願いします。と、監督、スタッフ共演者に挨拶して現場入り。その爽やかさを生かし、様々なタイプの笑顔の作り方に応える羽生選手だったが、監督さん、笑顔作るのに笑わせてください。と、監督に無茶ぶりする一幕も、 さらに、ウィンクするシーンでは、うまく表情をキープするのが難しいのか顔がひくひくしたそうで、ひくひくしないようにするには、どうしたらいいのだろうと悩んでしまうほど、監督から、その顔いいね、と褒められると、えへへ、と照れ笑いの後、元気を取り戻した様子だった。今回の CM 撮影を終えて、毎回思うことですけれど、 CM 撮影では一つ作るだけで本当にたくさんの方々が支えてくださってまたたくさんの期間を使って準備をされる方がいて皆さんに助けていただきました。とにかく笑顔になろうと。輝く笑顔を表現しようと頑張りましたと感想をコメント。また CM タイトルホワイトしてる変日並み。 羽生選手が今、割と、丸々している、ことを聞かれると、イヤホン集めをしています。ショー、と話し、中には、10万円台のものを所持しているそう。イヤホンを集めるきっかけは、初めて3万円台のイヤホンを使った時です。普段は、3000円前後のイヤホンを使っていましたが、これほど違うのか、ということに感動して、と理由を明かした。 羽生選手のまばゆいオールホワイトの衣装と輝く笑顔が印象的な本 CM は10月20日火曜日より全国で放映予定。テクスト、シシナマケイフネット。羽生結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。